ございます。2日目の朝でございます。先ほど起きましたんでね、今から朝ごはん行こうと思います。あ、見て、あれは、うん、はい、今日ダクちゃん、髪の毛後ろがなんかうねうねなってんな。ダクちゃん、ダクちゃん散髪行かなかった。この中に入ったらさ、うん、楽しい方がなくなって、あれ、ドンドンって聞こえた。そうか、あれでも背が高いから、頭がさ、貞子って前に感じてる。そうか、はい、朝ごはん入れてきました。今日の朝食はこんな感じでございます。ドリンク何やったの？ん？ドリンク何やったの？ドリンク予算あったで、もう入れてこいよ、うん、あそこ入り口のとこに。お前たちは納豆入れやろうか。ごちそうさまでした。結婚式の写真撮ってあるで、たんちゃん、そこで結婚式の写真撮ってあるで、ほら、はーい。結構結構あれやな。あ、そんな行こう。そう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 、子供に乗らなかったって。反対向かなかったね、こっちやで。暴れんだよ絶対。行っても大丈夫、大丈夫。問題点や写真展などが用意されております。映画やテレビにもよく利用される景色でございまして、曜日旅館、京志郎、北京で有名な西川商店本店、西川神保連携と続いていると思います。近江八幡では東海道と呼ばれる町並みがその程度であったと言われております。また、船ばかりでは全部、ご覧のように、八幡堀には、それぞれに多くの多くの船が止まることから、荷物、機材の運搬が、この八幡堀が、途中の主要物として、どのように発生されておりましたことが明らかになりました。大見町に入る場所、琵琶湖八幡堀と同じ船と、ワゴン車が入っております。うわ、なんか素敵やな、この辺。これもいいよね。え？うん。これかなと。うん。これが多分あれじゃないの？さっきのところの。じゃないの？うん。多分。さあ、行くで。何してるの？何してないじゃん。そっちも寒くないだろうな、そっちやったら。はい、チーズ。はい、チーズ。よし、行こう。はい、はい、入れるね。よし。やってるかな。やってるやんな。オッケー、行ってみよう。さあ何しようかな。ここね、出川さんがね来てましたね。何しようかな。めちゃめちゃ美味しそう。よし、あ、じゃあいただきます。美味しそう。美味しそう。サクサクだ。うん、おいしい。あ、おいしかった。ごちそうさまでした。すべて完食です。そう、出川来とってない、ここに写真撮ったん。
あのスイカのやつやろ、スイカの、スイカのヘルメットの。ここは子供さん喜びそうやね。